今回はですね、株式会社、オールテックさんから発売されたコンパクトドローンを紹介していきたいと思います。最近ですね、Amazon の方で販売されてたらしくて、初めて聞くようなメーカーだったので、ちょっと技的の方がちょっと心配だなって思ったんですけど、購入する前にメーカーの、ホームページとかちょっと調べてみて、割とちゃんとしたメーカーさんっぽかったので、まあ、さらにそちらのメーカーの方にメールを送ってですね、送信機と、まあ、機体 FPV 飛行もできるドローンということだったので、どちらも違う番号をちゃんと取得していますかっていうメールを送りまして、ちゃんと取得されてるってことだったので、購入してみました。で、価格がですね4000円ぐらいとすごい安いです。FPV 飛行ができて、まあ、スマホに録画ができる、それで4000円なんでかなり安いと思います。はい、じゃあまずは開封レビューからしていきたいと思います。結構そうだパッケージの方なんですけど、割としっかりしたこのようなパッケージ、まあ、おしゃれというかキラキラしてるようなパッケージで、まあちゃんとしてる感じですね。外箱も綺麗だし、はい、で開けるとまあこんな感じです。でこちらが送信機になります。でこちらが機体本体、めちゃくちゃ小さいドローンですね。小型のドローン、今折りたたみされてる状態です。バッテリーは、2個ついてます。バッテリーは2個ついてきて、その他のセット内容が、説明書と、まあ、説明書ですね、説明書に、あとプロペラガード、あと充電用の USB ケーブル、あとドライバーがついてます。まあ、セット内容は、このような感じになります。じゃあまずは送信機の方から見ていきたいと思います。送信機なんですけど、はい、こちらですね、技的の方はこちらに記載されています。はい、でまあちょっとどれがどういう風になってるかわかんないんですけど、形状的にはこのような感じです。よくここ真ん中パカッと開いて、ここにスマホホルダーが、ついてるタイプのドローンになります。で乾電池式ですね。はい、で次はこちら、機体になります。もう機体はこのように、折りたたむともう手のひらサイズですね。で開いて、まあ、開いてもこのように超小型のドローンとなっています。でバッテリーですね、バッテリーはこのようななんていうんですかね、バッテリードックとかいうのがわかんないけど、このように2個連続、充電できるようになってます。このように差し込んであげて、ここに USB ケーブル差し込み口があるので、ここから2本連続、2本とも同時に、充電することが可能です。で機体の方の技的はこちらにちゃんと、記載がされています。で機体の横に、電源のオンオフがあるような感じです。でバッテリーはこのようにスライドして入れるタイプになってます。はい、でカメラ角度は若干下向きですかね、若干下向きのような気がします。はい、で説明書なんですけど、まあ、さすが日本のメーカーさんという感じで、文章がちゃんとしてます。他のメーカーさんに失礼なんですけど、読んでみると、なんていうんですかね、変な日本語がないですね。自分が書く文章なんかよりちゃんとしてます。うん、なのですごい読みやすいと思います。という感じですね。こう全部アプリの、ダウンロード先とかもちゃんとあります。でアプリなんですけど BJUFO、っていうアプリで、このアプリ他のメーカーでもまあ使ってるようなアプリですね。前に買ったドローンでこのアプリ使った時あります。どのドローンだか忘れてしまったんですけど、でこのようにスタートアップガイドっていう説明書もついてまして、まあとてもドローン初心者の方でもまあ分かりやすくすごい記載されていると思います。
じゃあこれで一応開封レビューの方は以上となります。じゃあちょっとですね、室内でホバリングテストとかをしてみたいと思います。あまり屋外で飛ばすのはそこまで向いてないかなと思います。風で多分飛ばされちゃうかもしれないです。一応説明書の方にも室内用とは記載されてますね。室内用っていうに記載されてます、ね、あとスペックですね。スペックちょっと言うの忘れちゃったんで言いますけど、一応重量がだいたい 28g となってます。でカメラの、解像度が HD 画質で 1280×720 です。で充電時間は約40分で充電ができるようになってます。で飛行時間は、まあ、バッテリー1個に対して6分ですね。で、周波数、まあ、これは 2.4GHz で、使用場所って書いてあるんですけど屋内っていう風になってます。あんまり外で飛ばすのには向いてないのかもしれないです。飛ばす前にですね、一度簡単に、まあ、セットアップの方を紹介します。まずはですね、送信機の電源を入れてあげます。はい、次に、機体の電源を入れてあげます。はい、今こんな状態です。で送信機のですね、左のスティック、上下ってやっといて、これでもうバインドは完了です。もうすでに飛ばせる状態なんですけど、コンパスのリセットの方法を紹介します。コンパスのリセットの方法はこれですね。左下を、いかないな、ずれて、あ、これでコンパスのリセットですね。左下同時押しです。で水平の調整は反対の右下、はい、これで水平の調整ができるようです。で今バインドされてる状態なんですけど、Wi-Fi というか FPV 飛行をしたい場合は、iPhone の場合は Wi-Fi の設定画面からですね、設定画面に行くと BJ-HDNA1EFF ってやつを接続させてあげます。これで、接続できたので、はい、BJUFO っていうアプリを今起動させた状態です。はい、これでもう FPV 飛行が可能になります。まあ送信機にはこのように付けられるようになってます。結構このスマホをつけた時にですね、ここがグラグラするやつとかよくあるんですけど、スマホの重みに耐えられないようなやつとかもあるんですけど、まあ割としっかりしてて、今のところまあ好印象な、ドローンです。じゃあ実際に室内で飛ばしてみます。はい、それでは室内で、飛ばしてみたいと思います。一応ワンキーで、飛ばせるようになってまして、このボタンですね、このボタンを押すとこのように上昇します。で高度維持の機能はついているので、まあ、ある程度の位置で、このように、ある程度の位置というか、ホバリング、このように止まった状態ですることができます。今、トリムの調整まだしてないので、このようにふらついてるんですけど、この十字キーを、今ちょっと右に動くんで、この十字キーの、この右に、このぐらいか。どっか。はい。だいたいこれでトリムが調整した状態ですね。一回調整すれば、もう何も押さないでも、ちょっとずれるな。まあ何も押さないでも、ある程度安定して飛ぶことができます。こんな感じですね。はい。で、他なんですけど、録画ボタンどれだろう、これか。録画ボタンはこのスマホのここについてますね。これで録画が開始することができます。まあ、解像度はそんなに、おそらく、まあ、良くはないので、今このスマホに映ってる映像なんですけど、なんつうんだろうな。
拡大されて出ちゃうというか、まあ空撮はおまけ程度ですね。でもうちょっと正面向きの方がカメラが自分は良かったかなっていうふうに思います。でも割とキビキビ動きますね。今スピードを3にしました。ただ室内狭いのでちょっとコントロールするのが難しいんですけど、すごい割とキビキビ動きます。まああとは屋外で FPV の距離がどれだけ飛ぶのか、それがちょっと気になるところです。あと 3D フリップも簡単にできます。送信機の右のボタン押して、送信機の右上のボタンを押してキーを切るだけで、このように右回転でも左回転でも簡単に誰でもできる機体になってます。まあこんな感じですね。じゃあ室内のレビューは、以上となります。あとは屋外で飛ばしてみて FPV の距離がどのぐらい飛ぶのか、そこら辺を、まあ、検証してみたいと思います。 あとその他ですね、録画の映像、屋外で飛ばしてみたら録画の映像の方もどのぐらいのものなのか、それもチェックしてみたいと思います。以上です。